こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、中国の脅威は拡大しています。南シナ海でも同じですが、また、インド周辺国でも同じことが言えるでしょう。今最も緊張が高まっている地域は、やはりこのインドで、その背景を読み取っていくと緊張が伝わってきます。この印中国間の問題を紐解いていきましょう。世界中が新型コロナウイルスへの対処に追われていますが、そんな中でも局地的に軍事的緊張が高まっている地域があります。日本における尖閣諸島もその一つですが、長年にわたるインド北部地方をめぐる紛争も危険領域に近づきつつあると言われています。インド北部をめぐっては、インドと中国が対立を続けていました。インド北部地域のラダック、シッキムをめぐっては、これまでも中国と、インドとが互いに自国の領土だと主張し合ってきました。ラダックはカシミール地方の都市で、その昔 NHK のシルクロードでは、秘境と、冠をつけられていた都市でした。インド連邦体制下にある直轄領になっています。シッキムはネパールとブータンの間に位置する小さな都市で、インドの州の中でも一番人口が少ないと言われています。この地域をめぐり、両国が兵力を次第に増加させつつあり、予断を許さない緊迫状況が生じているのです。2020年6月初めにはインド、中国ともに兵力は増やすものの、ある程度は自重が感じられる状態でした。さすがに火器を使用した衝突までは起こらず、せいぜいが兵士同士の投石など子供の喧嘩のような小競り合いにとどまっていたと伝えられています。報道によると、インド政府は武力衝突を回避しようと外交を通じてこの事態の収拾を目指していると言われますが、相手の中国はなかなか譲らないようです。というのは、インドは現在ラダック、シッキム地域でのインフラ開発を行っているのですが、その中止を中国は要求しているとのことで、膠着状態のままです。インド、中国は対峙中ですが、中国は最近、自前の兵器開発を進めながらも、軍事的には旧ソ連、特にロシアとの関係が深いので、その観点では、インドも同様の状況とも言えそうです。ことに、インドは中国以上に自分の国だけでの兵器開発にはなかなか苦戦しているようですし、ロシアと共同でミサイル開発を行っていることもあり、軍事面に関してのロシアとの結びつきは中国以上に強固ではないかと推測されています。中国と対立するインドが現在進めているのが新型通常動力潜水艦の建造です。実はこの仕事を任されたインド国内の2社とともに計画に参画する外国企業を選定している最中なのです。
インドの新型潜水艦建造計画に関しては、当初スウェーデンや日本が参加を有力視されていたのですが、なぜか辞退してしまいました。なので、韓国を加えた形で、今後の選定作業が進められることになりました。これによって、インド政府はドイツ、フランス、スペイン、ロシア、今回急遽加わった韓国の計5カ国の中から、協力してくれる相手先を、決定ということになります。ちなみに予算は総額、約7000億円ということで、全6隻を建造する予定となっています。そもそも、インドが求めている新型潜水艦の性能は、通常動力型で、非対機依存推進機関を備え、対地攻撃用の巡航ミサイルの運用が、可能であるということ、加えて、インド国内で建造可能なことが条件として、求められると思われます。最初に辞退したスウェーデンが、この条件のどこに難色を示したのかは、わかりません。日本が辞退したわけは、垂直発射形式が必要となる。対地攻撃用の巡航ミサイルの存在と、潜水艦の現地建造という、2点ではないかと考えられています。インド海軍には、通常動力型と原子力推進型、両方の潜水艦があります。この点も、ロシアや中国と同じような運用方法を実施していると、推測しておかしくはないと言えるでしょう。詳しく説明しますと、現在インド海軍が就役させている通常動力型潜水艦は、シシュマール級4隻がドイツから調達し、シンドゥー号式級9隻は、ロシアから、そして準備中であるスコルペヌ型2隻はフランス、スペインから調達されています。原潜は、アクラ級1隻はロシアから調達しました。そして唯一の、インド国産潜水艦のアリハント級が1隻あります。アリハント級は残りの4隻を建造中ですから、ここでもロシアからの調達した上での技術的な延長からのインド国内生産を行ったということがわかると思います。結論として、インド海軍は今まで通常動力型、原子力推進型の潜水艦を、ロシア、ドイツ、フランス、スペインの4カ国から調達していましたが、今回、これに新しく韓国が参加し、名前を連ねた形になった言えましょう。今後のインド海軍の方針として推測されるのは、今回の通常動力型潜水艦のプロジェクトを通じて、インド国内での建造技術を確立する目的があるということです。この点をどういうふうに考えるかによって各国の思惑が決定する、いわば分岐点と考えられます。日本やスウェーデンは今までインドとの兵器などに関する取引はありませんでした。つまり、取引実績がなかったスウェーデンや日本は、たとえ入札に通ったとしても、潜水艦が建造された後の技術移転に関して、それは良くないという、政治的判断があったのではないかと考えられるのです。もともと、ビジネスとしての兵器輸出を目指してはいない日本は、要求されている
垂直着陸艦方式の対地攻撃用巡航ミサイルを備えた潜水艦を建造した経験はありません。最初からその要求は満たすことができなかったと思われます。個人的な考えですが、これは日本にとってむしろ幸いなことだと思われるのです。もしもインド側が日本の持っている通常動力型で攻撃型ではあるものの、対地攻撃力用の打撃力は無垢とも良い仕様を求めた場合には、一体どうなっていただろうと冷や汗をかくような感じがします。確かにインドは前述のように対中国と観点では日本と重なる部分も確かにあります。しかし兵器開発についてはこれまではロシアに非常に近い関係でした。ということは北方領土問題でロシアとは対立せざるを得ない日本とは相入れないのではと思わざるを得ません。インドはいずれ現在の中国のように工業力を向上させ自国だけで兵器開発が可能になることを目指していると推測されます。インドの人たちが数字に強くゼロを発見した国の人ですからね。コンピュータ関連にも実力を発揮していることは世界中でも知られているところです。インドの潜水艦開発は当然ながら技術移転を前提とした取引となるでしょう。そう考えると日本が関わるのは得策とは思えないという意見が根強いのです。兵器開発ではなく、中国を抑える手段の一つとして、インドとの協調路線を考えた方が良いと思います。つまり、言葉は悪いのですが、政治的にインドを利用するぐらいのずる賢い外交が必要ではないでしょうか。